幸せになれ、幸せになれ。今度の結婚パーティー、どうしてもお父さん呼ばないつもり？さくらちゃんとお父さんの間に何があったのか知らないけど、喜んでくれるんじゃないかな。うちのおふくろ心配してんだよ。だって俺も一度も会ったことないんだよ。4人でご飯でも食べようよ。やだ、さくら。今日で待ち人来たるってなんだこれ。夏目漱石で予約してある。倒しますね。おあ、すみません。今更何しに来たの？帰ってよ。思いってのは言葉にしなくちゃ伝わらないのは分かってんだけど、俺口下手だからな。幸せになれ伝えてくれ。お母さんが作る野菜の中でトマトが一番好きだったな。今度はうまくいったね。前は葉っぱからしてそれで終わりだったもんな。そうだな。お父さんいつも私をおんぶしてくれた。幸せになれ、幸せになれ。